こんにちは。今日は化粧水を弱酸性にする方法をご紹介します。まずは敏感肌用の方の化粧水、手作り化粧水をご紹介したいと思います。用意するものが精製水とグリセリンと、そして精油。精油の中でも一番肌の刺激性のない安定している精油ですね、ラベンダーを今回は選びました。最初にグリセリンから入れていきます。今回 100ml 作るんですけれども、敏感肌で乾燥している方は 10ml、 混合肌とかオイリー肌の方は5ミリとか7ミリとか、グリセリンの量を減らしてください。ただ最高10ミリですね。精油は水に溶けませんので、グリセリンにはちゃんと混ざってくれるんで、このグリセリンに4滴ぐらい入れていきます。カップに入れます。次は精製水は 100ml ラインまで注いでいきます。10ミリのグリセリンを入れたんで、お水が90ミリ入ることになりますね。お水とグリセリンの比率っていうのはこれ以上超えないようにしてください。グリセリンは保水力があるんで、これ以上入れてしまうと肌の中の水分を吸い上げようってするんですね。で逆に乾燥肌になってしまうので、グリセリンを入れる濃度としてはこれがマックスです。今のpH値ちょっと確認していきますね。7が中性なんで、中性の化粧水です。クエン酸。食用を買うようにしてください。耳かき1杯これぐらい、もうほんのちょっとでいいです。うん、ほら、わかります？弱酸性になりましたね。今ので弱酸性になりました。で、どれだ、ちょうど5のところになりました。で、これで本当にお肌に優しい弱酸性の化粧水ができました。人の肌は弱酸性なんですね。で、汚れを落とす効果のある石鹸なんか、あとはシャンプーとかですね、そういったものはアルカリ性になります。で、アルカリ性じゃないと逆に汚れが落ちないんですよね。なのでメイクを落とした後、あとはその朝洗顔をした後なんかは肌がアルカリ性に偏ってます。ただ人間っていうのはその肌の表面がアルカリ性になったものを弱酸性に戻そうっていう作用が皆さん備わってますので、年を置いてくるごとにこの弱酸性に戻る速度っていうのもだんだん衰えてくるんですね。で、アルカリ性から弱酸性に戻してる時っていうのはやっぱりバリア機能すごく低下するので、その間に外の刺激を受けやすくって、肌トラブルを招きやすい。なので極力アルカリ性に偏った肌を弱酸性にすぐに戻してあげることが第一なんですね。このもう精製水自体が中性になります。あとはそのよく使うセラミドとかヒアルロン酸ですね、そういったものも中性になります。その化粧水を弱酸性に整えてから完成っていうことでご紹介してますので、よかったら手作り化粧水をされてる方は、これメルカリとかでもすごく安いんで、本当に100円とか200円ぐらいで100枚ぐらいかな、入ってるもの買えますので、こういったものを携帯されてたらいいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今後も肌に優しいスキンケアの情報だったりとか、レシピをどんどんご紹介していこうと思っておりますので、気に入った方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまた来週、バイバイ。 Hehehehe